らいので説明しましょう。各原子力の出現に人類は今、生化しか破滅か、半円化の岐路に立っている。広い世界を同じ言葉で一つにする全世界のライオンス会員が、平和実現のために役割を大きい、果たす役割ですね。現代ゾーンの永久保存に行使、12月の夜中の線路を受けた時刻、8時15分に毎日全世界に向け、この時計塔のチャイムが脳も日差しも強く歌い、人類の高級平和実現、一日も早いことより、この時計塔を建設し、地で送る。昭和42年10月28日、平和の時計塔の、シンボルのやつですね。これがね、それ行きましょう。しかしまあ、平和記念公園に入ってみるとですね、基本的にはこういう平地が並んでいるようなもんなんですけどね。で、原爆ドームがこっそり見える感じで、そしてあちらが相生橋という橋です。ところでですね、自然の手でですね、恵比寿町とか八丁堀とか、神谷町東とか西とか、なんか東京メトロのあの線に出ませんかね。わかる人はわかります。この広島ですが、先ほど土砂降りが降ったようなんですよね。今はなんとか雨も止んでこうやって歩ける状況なんですけど、ちょっと暗いんですが灯籠が見えてきました。そして暗いんで見えませんが、原爆供養塔がこちらにあります。はい、こちらです。この辺りが爆心地の可能性が高いという噂です。ちなみにですね、まあ、このように神社っぽくなってますね。こちらがですね、あ、こちらですね、供養の塔。暗くてちょっと見えませんが、こちらが供養の塔でございます。申し訳ございません。暗くて見えませんね。ちょっと小さいながら塔が立っております。山にちょっとコンと立っているような感じですかね。しかしすごいムシムシしますね。汗が止まりますね。現在夜10時過ぎなんですが、これは尋常ないぐらい汗をかいております。さてですね、こちらにも作品が出ます。こちらのシンボルは何でしょうかね。ここは中島鑑賞場跡って書いてますね。たくさん遊技場があったという、射的場とかそういうのがあったらしいですね、この辺には。さて、こちらは有名ですね、千羽鶴。そうですね、最近鶴が盗まれるという事件が多くあることで有名なところですが、今年もですね、鶴がおられています。2012年8月6日ですね。いっぱいありますね。
さてこっちから見るとよりいいかもしれません。こちらもライトアップされています。こちらの説明していきましょう。原爆のこの像と言います。この像は2歳の時に被爆した佐々木貞子さんが10年後に白血病で亡くなったことをきっかけに、同級生たちは原爆で亡くなった全ての子どもたちのために慰霊碑を作ろうと呼びかけ、全国の3200の学校や世界9カ国からの寄付により1958年5月5日に完成したものです。高さは9メートル。その頂上を折り鶴を捧げた少女のブロンズ像が立ち、平和の未来の夢を託す。そして正面には少年と少女2台の像が配置されています。有名な、千羽鶴がここに飾られているわけですけど、先ほど言ったように今年もいっぱい、千羽鶴が展示されております。石川県浜松、兵庫県、千葉県、京都府、山口県などなどですね、いっぱい千羽鶴がおられています。ちょっとアンティークの建物がちょっと暗いながら見えますけど、何ですかね、この建物は。観光案内所でした。はい。でも、歴史ありそうですけどね。さあ、で、平和記念公園と平和記念館側の方に行ってみましょう。ちょっと、生声の味的にも、ちょっとこの電池がなくなるという宿命がもうすぐ来ておりますが、まあギリギリまで行きましょう。さてちょっと暗いながら火が灯されております。つい先週ですもんね。先週終戦の、あ、終戦で失礼しました。広島原爆の慰霊がありましたもんですから、はい。この時は結構、野田総理とかも来てまして、まあ、いろいろ、しめやかに泊まりたわけなんですけども、カエルが鳴っております。一応、火が出てます。ちょ、ここです。あ、わかりませんよ。それで、火が出てます。そして、こちらにもシンボルが立っております。あ、暗いのでちょっと分かりませんが、一応このシンボルの目の前に平和記念館があります。ちょっとおしゃれな建物です。一応重要文化財にも指定されております。この何ですかね、ドラえもんでいうガリバートンネルみたいなトンネルがこのようにできますが、暗くてちょっと分かんなくて申し訳ないんですけど、これが、
応まだ残されてるんですね。こちら側の奥から原爆ドームが覗けます。